いな何あんなんんんあガガタガタするるもんなのお腹すいた最初誰がやる okay, 数、ね、じゃよし。 来週は凛ちゃんだねドメガネの調子が悪いな<う> <laughs> 大丈夫です目じゃなくて耳だからガクラジカッコカリ はい。皆さん、今週一週間いかがお過ごしでしたでしょうかこの番組はガクラジカッコカリ。毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております。今日は、カズと、はい、一人ずつ名前を言っていきましょうか。リント、ジョンです。はいおし。お久しぶりに3人で放送していきます。はい。はい。えー、今日のテーマはフリーとなっておりますので、いろいろ。 何でもいいのでコメントください。<laughs> 雑だな,な。大丈夫か進行下手になってないかいつも以上に <laughs> 雑だぞ。はい。メールアドレスは761アットマーク、fmcoza.jp。すべて小文字で、761アットマーク、f m k o なんだっけ ?zza.jp、はい、となっております。もう一回言って。<laughs> <laughs> f m k o z a j p となっております。はい。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください。 はい。そしてツイキャストユーストリームの方でも配信しておりますので、よろしければそちらの方でもご視聴、コメントたくさんお待ちしております。はい。はい。3人だからって油断しすぎだと思うよ。みんな <laughs> いや。もう今ね、無性にお腹すいたしかもう頭の中になくて。なんでよ。もう空腹感がひどい。<laughs> 何何も食べてないの今日。だからティッシュ見てクッキーって言うんだよ。<laughs> いや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 ティッシュの殻見て、あ、めっちゃクッキーって。<laughs> 確かにね、そんな話してましたけど。ね。<laughs> も言われてみればだけどさ、確かに。いやいやいや。<laughs> <laughs> お腹空いてんのかなお腹空いてる。多分来る前に少し食べたんですけど、うん、パンをなんか、何分の1カットぐらいのレベルで。<laughs> んどうしたの今日はなんか、絶食でもしてたの違うんですよ。ちゃんと食べましたよ、朝昼。我慢しないよ。頑張れ。はい、ということで、はい。今週一週間あったことから喋っていきたいと思います。なんかある、ある人からどうぞ。はい。はい。どうぞ自主、自主制。はい、じゃありんさんどうぞはい。えっと、ま、一週間っていうか、いなかったのが多分、二週間ぐらいえっと、お休み、三週分か。三週、 で、3月入ってからは、ね、多分、今日が初めて参加なので能、はい、3週間でってると思うんですけども、ね、えっと、その間に、まあ、髪を染めまして。はい。ちょっと話したんだけどね。そう。そう,そうそうそう。初めて髪を染めまして。うん。で、なんかね、<laughs> なんだろう、ブラウン とかっていう感じのもう単純なものじゃなくて。<laughs> <laughs> 単純 <laughs>。そんな単純なものじゃなくて。なんだっけチェリーピンクラズベリーピンクみんなそんな感じの赤系のやつで染めたんだよ。<laughs> まあまあ。したら、もうツイキャスでもなんかあんまり伝わらないと思うけど、もともとが真っ黒だからあんまり染まらなくて。これが黒ですね。そうそうそう。ツイキャス見てる方わかると思うんですけど。わ、ね、か,かんない、わかんない。<laughs> 全然違う。頭頂部見てもらえば。頭頂部見てもらえば分かるんですけど。結構,結構違う、ね。そう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 。本当に気持ち赤くなって。 るんですよこっちる<ー>全然伝わらない画像を通せば機械を通せばすっごい分かりにくいんですけど,けど、ね、実際に見るとね頭頂部はすごいはっきり分かるので、うんうん、なんか頭のとこ本当にてっぺんらへん頭頂部だけ赤くなって <laughs> 下が全然染まらないみたいな感じになっちゃってて <laughs> なんかもう 出来上がった瞬間からプリンみたいな。<laughs> しかも逆プリン。逆プリン。元<う>、元その色 <laughs> そう。元がこの色なのかな黒試してんのかなみたいになっちゃって。あー。地毛。ねこれ地毛なのかなもしかして。<laughs> なんかわかんなくなってきた。<laughs> はい、レトルフさんが。<laughs> はい、さえ、こんぬ、こんぬちわ言いづらいわ。<laughs> こんぬちわらじかっ学かりの皆さん、今日は3人揃ってますね。ということで。はい。はい。 久々ですね。久々ですね。何ヶ月ぶり何ヶ月ぶり。先月は一緒に頑張ったじゃん。そうですね。じゃけどなかなか3人でやるってことがね、最近ないなかったから。久しぶりです。すごい。ん新しいノートに入ってから記載がないので。あ、じゃあ。多分。新しいのと最初ら辺は何月ですか ?9 月なので、それより前かな。8月とかえ、でも一緒にやったっけいや、やった。3人ではないね。3人でないのか。 あったと思うんですけど、1> 1結構前じゃないかな。な多分年か今年入って多分2回あったかなぐらいだと思うんだよね。今年入ってじゃないや。あの、今年度。結局、後半入って、そんなにやってないと思う。そうですね。まあ、数が記載してないやつもあるので。あ、それもあるかもね。わかんない。うん、<laughs> お久しぶりです。 はい。一番ね、ね記載されてるやつでは去年の1月31日って書いてあるけど。1年、一年ぐらいかな。でも多分もうちょい、今年1回ぐらいあったんじゃない ?1、2回ぐらいは。あった 1>, ?1 回ぐらいじゃないですかね。一 ?1 回はあった気がする。うん、あったっけもう全然覚えてない。うん、もうそれぐらい昔のことですね。<laughs> ね、昔でしたね。<laughs> そうで、えっ、ー、と、まあ、今週の土曜日は、はい、自分、えっ、ー、と、職場の学園の卒園式がありまして、<laughs> うん 大丈夫席した瞬間マイクがあったので、うん、それを、えへっ、えっ,ってやった瞬間、姉、うん、の目がすっごい細くなりました。<laughs> やったなお前、ね。がっつり生えるんだよね。あのね、<laughs> 本当に毎回思うんだけど、うん、あの子のね、マイク、あの子、あの子だけなのか、わざとやってんのか知らないけど、うんうん、あのね、すごい雑音があの子だけ生えるのよ。 なんか呪われてるなか。多分なんか、なんか、なんか、もう集音率がすごいのかな、そのマイク。ガサガサ、ガサガサ毎回する。なんか交換してみるなんか治るかなぁ。どうかなぁ。毎回、なんかもうそのたんびに切ろうかどうか迷うんだけど、いつ喋り出すかわかんないから、そのままにしてんだけどね。え、嘘そんなになんかノイズ入ってるガサガサ言ってますよ。今あのね、 取り出すときもガサガサ言うし、それは取り出すときだもん開いてるときもバラバラ言ってるし、だって、マイクの近くで開いてんだもん、それ、なんでか知らないけど、なんか、君のね、遠ざかだよ、そうそうそう、何開き直ってんだよ、喋りながら開くので、確かにね、進行役としては大事なことだと思うよ、喋りながら開くの、一応、結構、遠明に開いてるんだけど、それでもほら、こんぐらい、30センチもない距離じゃん。いやいや、言い訳はいいんだよ。 自重してくれよ。してんじゃん。いや、たまにね、なんか。ああ、もう兄弟喧嘩はやめとこう。ここでは。喧嘩が始まった。なんか、いきなりさ、電波から兄弟喧嘩が流れてきたら困るっしょ。まあまあ。こいつら喧嘩始めたら大丈夫かって。説教は後で。やりますので。はい。怖いよ、この人。たち相手私。間に挟まれ。本当によ。そうなんだよね。はい。何の話だっけ。卒業髪染めて。 もう終わった。もう終わったのか。もう紙は終わった。今週のことですね。はい。えっと、そう、卒園式がありまして、はい。えっと、無事終了して、もう今、抜け殻状態でございます。お疲れ様です。一大イベントが終わりましたね。今年度終わった。もう終わりでいい。また始まりますけどね。すぐだよね。週間後には。しかも、卒園式はしたけれども、保育園って園児は。 あの、3月1本までいるんですよね。あ、そうなんだ。そう,そうそうそう。だから、<ー>来週普通に顔を合わせるっていう。<laughs> あれ<ー>卒園じゃねえ。い卒園じゃないんですよ。したけどなぁ、みたいな。でね、幼稚園組、今年なんか感受性豊かなんだろう、ね、とっても。うなんか、 最初卒園児入場で入場してくるじゃないですか。はい、で入場した後にあのこばああいいじゃない <laughs> あのー、なんだっけ縁の歌を歌うんですよ。でその時にイントロをこのピアノでやってる瞬間からもう幼稚園組 みたいな。お早いな。なってて。おぉ、今泣くのみたいな。幼稚園って、幼稚園の卒園って泣くんだ。ね。ね。記憶ないですけど、泣いた記憶が。ない。本当にね。あの、すごい、なんか、自分たち、幼稚園は、この、ロうそク持って入場なんですよ。そのロうそクが、垂れてきて手に落ちてすっげー熱いって思いながら入場した記憶しかない。我慢しながら。すっげー熱熱みたいな。私、むしろさ、幼稚園の時の卒園の記憶ないわ。 してないんだよじゃあ言われてあそういえばそんなのあったなみたいなあなたいつまでも幼稚園なんだそっかまだ卒業してないの決めてないんだよ卒演な演な卒しようなてないの今度しようなそうだね開いてあげるよありがとう授業してあげるよありがとうじゃろうそく持って持ってね熱々だねちょっと歌ってちょうだいねはいというわけでえっと沖縄大好きさんが来ていますね。 ありがとうございます。ありがとうございます。うん。違います、違います。今そっかに気づいたの違いますよ。今、最初あたりで、あの、俺三畳あたりで気づきましたよ。俺三畳って見て、あの、俺三畳って書いてあったので、あ、いるのかなみたいな。いるじゃん、目の前じゃん。 かっちゃんさんも初見、初見初見違うんだよ。最近ね、あの、名前コロコロ変わるかっちゃんさんだから。あそうだそしてね、最近分かりづらくなって、アイコンも変えるようになったから。やばい、初見詐欺だ初見詐欺はちょっとね、どっちが悪いはい、リスナーが増えたと思って、寝かよろこびするからね。そう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 。今日も用事あるから途中で抜ける予定です、みたいなはい、ありがとうございます。ございます。寄っていただき。ありがとうございます。はい。じゃあ、他には他には じゃあ私からいきます、はい、何もなかったんですけどあじゃあはい次 <laughs> <laughs> 何もなかったんですけど何、はい、かあったかななかったな最近あ最近じゃない今週から、うん、この実習行ってたので実習報告会みたいなのが始まり、うん、1>, なんか1日4人ずつ <laughs> 報告していってるんですけど1人の持ち時間があの45分が <laughs>。 45分ええ、あんなに発表すんの違うんですよ。長くないのこの、一コマぐらいあるよ。発表時間は、だいたい7分ぐらいで終わるんですけど、うん、質疑応答で、ものすごく引っ張られてかか。そんなには ?45 分とか1時間とか。一人で怖い怖い怖い。一人で怖い怖い。えー、え、それ全員やるんだよね。なので、一日4人っていう単位で。<laughs> 長いわ。<ー>長いです、もう。なんかもう、もうみんな疲れて、 質問しなければいいのにって思ってあ。もう質問が少なくても先生方が3人い,、うん、いるんですよ。はいはい、入ってくれる先生がその先生のこの1人の先生がすごい。あのなんか着眼点がすごい人で。うん、まずなんか今回良かった点をすごい言ってくれて。うん、じゃあ、あなたはこの今回のやつで何が失敗だったっていうのをあげさせ、うん、で、その先生だけで結構引っ張るっていう。<laughs> あで,もまあ、でもすごい、うん、あのなんかいい先生身になるんだったらいいよ、ね、それがなんかまず褒めてくれてもうそれでちょっと落ち着くじゃないですかうん、うん、その後すごい突っ込まれるんですけど上げて落とすタイプなの上げて <laughs> あ違い,ういいところからまず違うんですよあのなんかすごい最近のこのなんか教育の仕方っていうかわかるなんか 最近の子供の教育の仕方を知ってるってこと知ってる。あの、ほら、よく言うじゃん。最近の子供じゃないのかよ。とり世代は褒め、褒めるから、褒めることから入りましょう、みたいな。まあ、講座もあるぐらいですからね。まず褒めて、ちょっとここも直した方がいいんじゃないみたいな。提案的な。そう、そんな感じでやってくれるので、まず、なんかすごい褒めてくれて、今回良かったこと、みたいな。すげえ、カウンセラーみたいなね。ほんとだね。それから、なんか、徐々になんか、ここら辺もちょっと抜けてたよね、とか。 もうちょっとやっていった方がいいよねみたいなことを話してくれるのですごいなんか一人ですごい結構時間をと,とるんですがその間にすごい勉強になることをいっぱい言ってくれる先生で、うん、まあなら長くてもいいんじゃないかなただただ長かったらつらいよ、ね、でもその先生がいなければすごい30分以内で終わるって <laughs> <laughs> それでも30分はかかるのかかかりますねあのの先生たたちの質問だったり 生徒の質問が終わってからの先生の質問なのでなるほど、ね、生徒の質問が終わらない限り先生にもいけないいつまでも長くいきますね <laughs> なるほど <laughs> <ー>先生あのうちの担任が「質問は切らない」って言ってたので<ー>多分延々に続けば一日丸々潰れたりもするんじゃないかなと思うんですけど今日は一人かみたいなそういうことは多分あの。 みんなちょっとあれなので大体なくなっていくのでそろそろ終わるかみたいな感じの空気が出るのかなそうそうそう疲れたみたいなまあね早く終わればいいと後半はでもだいぶんかもう疲れたから終わろうみたいなもういいんじゃねみたいなもういいんじゃねみたいな次行こう早く次行こうって空気でそうなるんだったらまだいいんだねまあ数は来週一番で発表なので まだ終わってないんだね。はい。ちょっと怖いですよね。なんかすごいプレッシャーかけられていくんですよ。だんだん日を追うごとに。だよね、そうだよね。最初に終わらしてしまいたいよね、これみんななんか、みんな結構発表で指摘されたところもあると思うから、そこを直して次の発表者の人たち頑張ってください、みたいなコメントがあるので。やんわりとハードル上げる。えみたいな。その先生強いな。でもあれなんですよ。やってる検査は、 限られてるので、やればよかったしか増えていかない。まあ、確かに。意味ない意味ない。そうなんだ。はい、もう時刻です。来週が。あもう、そう言い忘れてたけど、実習お疲れ様でした。あ、そうなんですよ。疲れました。本当に。頑張ってください。じゃあ、超適当、一人、一頃なんだけど。まあ、終わった人間ですから。そうそうそう。 自分ですかバレンタインじゃなくてホワイトデーがあったじゃないですかあ,あったねあったねそうそうそう自分はあげてないんだけど、うん、それのお返しで、うん、あのクッキーとケーキーいただきました、うん、あよかったね、うん、あげてないのに、うん、あげてないのにそうそうそう会社のう <laughs> <え>そうそうそうそ <laughs> うそ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 う あの、同じ部署の職場の方からクッキーいただいて、あの、別の部署の方からケーキあるよって言われて、あ<ー>食べますって言ってケーキ待 <laughs>、ま、って待、ま、って、同じ部署の方にはバレンタインデーももらってなかったバレンタインデーはもらってないんですよ。あ、もらってなかったか。んうん、あの、皆さんでどうぞって持ってきたものを食べただけで。そうそうそう。あつかましい。<laughs> お返しはせず。お返しはせず。<laughs> ひどいなそうなんだそうそうそう。いただきました。だから、うん、幸せな一週間でしたね。幸せだよね。うん、甘いものいっぱいだった。チョコレートあげたらチョコレートもらった。<laughs> よかったですよね。そうそうそう。しかも、あの、兄弟にもあげたから、お兄ちゃんからも来たんですよ。お<ー>したら、あの、なんか、 トリュフチョコのなんか、5個入りのやつが、で、開けてから、あ、これ5個入りなんだってことは、1個100円とか言ってそうなると、この100円すげえな。なるほどね。このトリュフチョコ1個だったら100円なんだって思ったら、すごい美味しかった。お金の味がした。お金の味がした。そっか自分は、兄弟からはなかったななかったあげてもいないくせに。あげましたけど。青。あ、始まる始まる。違う違う違う。 弟にでしょうん、はい。そりゃ、バレンタインにあなたにあげるわけないじゃないですか。え、なんか、下にもくれたんだったら、すぐ下の私にも。そういう日じゃないです。ついでにね。ついでにほら、いつも頑張ってるね。はいぐらいの。だって職場とか女しかいないから、女にあげたからね、私全そうんだ。今回はね、あの、その日に気づいて、あ、そっか、今日バレンタインだ、と思って、何もやってねえや、と思って、 よし、帰りながら買おうと思って、買って、帰って、それでも一応、思い出したらやってくれたんだね。一応ね、やっとこうかなと思って、ちょっと、ちょっと、ちょっとお返しあるかなとも思いながら、そしたらなかったんだよね。だけど、弟があげたお返しでもらったものを食べましたけど、ちょっと、けわかんないね。一口だけいただきました。何経由だよってかっね美味しかったですね。 バレンタインデーなんてその間実習期間中ですので、知るかそんなのって話なんですけどね。まあまあね。行事どころじゃないっていうね。大変申し訳ないっす。ごめんなさい。あったっけバレンタイン今年って一瞬思ってたから。そうだよね。あ、実習期間中だ。がっつりかぶってるね。知るかそんなのみたいな。申し訳ないっす。そうだね。じゃあ一旦曲いきますか。結構話し込んじゃってるね。そうですね。結構過ぎちゃってます。まあ言うて今日フリーだからね。そうん。 言ってたはいつでも、ね、うん、ね、そうだよね。なんか微妙な反応。そう,そうだよ。そうだよ。なってるよね。おせやせって。はいはい。はい、ええー、最初の曲はですね、生き物のがかりさんのエールという曲を流したいと思います。はい、どうぞ。 つら<辛> <laughs> はーい t h です課題が明日なんだもん <laughs> <laughs> まあね大体そんなもんだとは思いますけどね <laughs> そりゃ徹夜一発だわみたいな <laughs> <laughs> 今まで勉強もの録音してこなかったからクソって思いながら頭まんで私かお布団に入らずに終わったことも机で紙眠とって 大事だよでも睡眠は寝れないんですよ結構実施の時に寝なかったら正常な判断できなくなるからさだいぶあのトイレにこもって三分寝よう <laughs> もう極限状態じゃん <laughs> よしよしあ分みたいな <laughs> 何もしないのにトイレにもいいのでトイレに行く <laughs> でしょ これれはあれなんですよ学科長から伝授された技なので3分寝ろって相当眠くてだめだやばいと思ったら、うん、ちょっとトイレ行ってきますって言ってトイレで3分寝なって <laughs> 回復できるから3分でなって3分でいけるって3分ぐらいだったらみんな,なんか先生たち <laughs> あちょっとおきい方だったんだねみたいな <laughs> でちょっと悟ってくれるからみたいな <laughs> 寝てるなんて思われないから <laughs> セーフだ大丈夫それだったら大丈夫ってめっちゃ辛かったらトイレで3分寝なって。<laughs> その伝授をねちょっと生かしてただけです <laughs> 生かしたよかったね生かせたんだったらよかったね <laughs> よしあと10秒ぐらいですね <laughs> <laughs> 始まりは <laughs> あ姉ちゃんが言うんだよね、うん、はいえー、ただいまお送りした曲はえっとー生き物係さんで <laughs> <そう> <laughs> イエローなのダメだこりゃなんかもうワイってついたらそうイエローって言っちゃうんだよねこれイエローってずっと言ってて黄色い完成かみたいな違う違うなんかね言っちゃうんだよね相変わらずの英語力ですねでしょうはいこの番組はガクラウジカコカリです毎週日曜午後5時から6時の1時間生放送でお送りしております今日は久しぶりの3人でお送りしてますのでよろしければ まだまだメールコメントリクエストお待ちしておりますメールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p すべて小文字で 761-fmkoza.jp となっております懸命にラジオネームを忘れずにご記入くださいそしてツイキャストユーストリームでも配信しておりますのでよろしければそちらの方でもご視聴コメントお願いします今日のテーマはフリーです <laughs> はいメールが届いてますので紹介したいと思いますお願いしますはいえっ、ー、と ラジオネーム、沖縄大好きさん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ガクラジネーム、沖縄大好きさんからですね。カズ、ジョン、リン、こんに、こんちか。言いづらい。こんちか。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ガクラジネーム、沖縄大好きです。テーマ、今日誕生日だったのを忘れた話ではなく、テーマ、フリー。今週は弟が高校入試に受かったです。そして、今日は何の日かわかる人。何の日かわかる人。 あ、今日は何の日で、うん、ミュージックの日って言ってた。あ、そうなのじゃあミュージックの日で。うん、<laughs> 前の番組で、うん、さあ久しぶりに今日は何の日のコーナーやろうって言ってて、うんうん、たまたま、今日はミュージックの日だそうです。あ、ミュージックの日だそうです。知ってた<う>今日はミュージックの日 <laughs> 私は、私はもうこのメールを見ているからす。 ごめん、振っちゃったリンガムだ。<laughs> 今日、僕、沖縄大好きの22歳の誕生日ですおー <laughs> ハッピーバースデ <laughs> <laughs>、えー、俺これからもよろしくです、えー。今日は用事がたくさんあるので、最後までいられませんが、メッセージ出しています。出します。えー、そんでもって、カーズ、クラジ、あ、ここは後で読むかいあ、そうだね。まあ、いいかいいいんじゃない最後に告知をするっていう話だったから、ちょっと後でしたがいいかな。<laughs> は,いはい、はい。 いいんじゃない別に。じゃあ、すみまん、後で読みます。後で。あ、いいですよ、別に。いい、夢分には。そんなもって数がかなり終わるだって。はい。き、聞いてないぞ。言ってないもん。来週で最後の放送、最後の放送になるのかな。 呃、オラの日曜日の楽しみが、日朝同様の楽しみが、日朝見てください、じゃあ。<laughs> <laughs> あるだろ、まだな。じゃなくていいだろう。<laughs> まだある。<laughs> 一応ある。<は> <laughs> 最後まで放送、<laughs> 千葉りよ、沖縄大好きでした。あ、ジョンさん、ジョンさん、リさん,リさんカズ数ズ呼びたかっただけ。どうしましょう <laughs> どうしましょうはいはい。拳をう <laughs> <laughs> どうしたどうしたあ、<Okay> いますよ、目の前に。<laughs> 投げる時にはガラスが <laughs>。壁飛んで。壁飛んで。んで <laughs> ダーン,ダーンバリーンみたいな。<laughs> テレビの人も来てますが、ちょっとこっちはじゃあカズあカズじジョンにお願いしようかな。はい,はい、了解です。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はいということで、はい、最初ねちょっと喋りすぎたのでコーナーの方移りたいと思います。はい、<laughs> 帰るって。<laughs> <ば>い <laughs> <laughs> はい。はいじゃあコーナーの方に行きたいと思います。はい、はい。食レポカッコ借り。あれあれ？なんか新しい新しい方だな<え>今。

百均寄った時に、あ、行っちゃったおぉ。あの、いつものね。いつものとチロルチョコさんを見つけてきたので。待ってました。チロルチロルって来てますね。はい、そうなんです。チロルチョコなんです、今日も。はい、ということで、今日もチロルチョコです。ガチャン。今日はですね、瀬戸内レモンケーキっていうことで。瀬戸内レモンケーキです。我らがダイソーさんから見つけてきました。おぉ。何でもありますね。ね、あるね。チロルのね、 やつはねダイソーさんすごいんですよあの。チロルコラボはダイソーさんがしてるので。これもダイソーさんとのコラボです。そうなんですね。はい。レモン系、なんか同じような味はちょいちょいあった気がするレモン系なんかあったよね、前。塩レモンだっけなんか。なんかあったっけ なんかあった気がする食べたことがある気がするそれの記憶にないレモンケーキは初めて見たなレモンケーキはそうなんですよ最近なんか瀬戸内レモン人気ですからねそうなんだ瀬戸内レモンんとか瀬戸内レモンそう塩レモンとかってあると基本的に全部瀬戸内へえんか最初についてるみたいなそうそうそうなんか有名なんですかねねちょっと数はまだわからなかったですけどよく見るな瀬戸内レモンって思ってたまたまありましたので瀬戸内 瀬戸うちなのかな瀬戸内かな瀬戸内あそうだね、うん、はい <laughs> ないないってもう読めるけどま瀬戸内海ってあります <laughs> 瀬戸内レモンかなをちょっと買ってきましたのでお回しまーすはーい,はいありがとうございます瀬戸内って書いてる後ろに <laughs> 書いてんじゃないやっぱり <laughs> なんかね、ちょっとなんか,なんか違和感があったんじゃない言いながらあれ <laughs> 瀬戸内レモン瀬戸だけなんかちょっと語呂が悪いなみたいなレモンケーキの後ろに瀬戸内って書いてあった瀬戸内ですね瀬戸内レモンですはいなんかちょっと瀬戸いですねなんかあれみたい幼児の幼児のあれ黄色とみ黄緑でさあのブロックみたいなブロックみたいな確か積木ブロックみたいですねなのでどうぞ絶食よしいただきますはいガサガサタイムガサガサタイム聞こえるよきっとなんか大つぶしを 大粒の塩塩って書いてあるのでされかな書いてあるんだもん大粒塩塩って塩塩はい香りはレモンはい見た目は黄色レモンケーキっていうことで黄色い数の数のね想像でのいつものね沖縄特有のレモンケーキのあなのかなって想像して買ったんですがさてどうでしょうか 匂いもそんな感じどうぞどうぞいただきます一、ね、人ずつ食べないとね喋る人がいなくなるのでね、うん、どうですかなんかすごいサクサクしてる音が、うん、あなんか見た目もなんかそうって感じじゃないですねなんか何層かに分かれてて中にとかじゃなくて,な,くてなんかすげえ砕かれたフラッカーみたいなのが砕かれて <laughs>、うん、かれて中に入ってる感じ、うん、塩,塩です、ね <laughs> レモンより塩の方が強くない塩効いてますね、うんうん、大津が塩だねだ塩だねこれ、うん、あでも美味しい、うん、でも塩なんだろうあのレモンケーキの,、うん、あの沖縄のレモンケーキの、うん、レモンの,あの上の乗ってるチョコレートみたいな、うん、クリームみたいなところあるじゃないですかあれに塩をふっかけてそこの部分だけ食べてる気分うんあの分かりやすい分かりやすいでしょ <laughs> なんかレモンのこのチョコの部分の味はその上の乗ってるレモンケーキの上のチョコの味なんですけどすっごい塩が粒で入ってるから、うん、そうそうガリガリ言うガリガリ言うぐらいなんだろうこの <laughs> なんか噛めるぐらいの塩がっつりガリみたいなじゃりみたいな、うんうん、あ今塩噛んだって思うぐらい本当に大きい塩が入ってますね、うんうん、あの後から残った塩が辛い <laughs> <laughs> なんだろうレモンは言うほど 主張してないかな塩がねかなり主張してるねやっぱレモンケーキの上の部分だよね確かにもうまんまそんな感じだよねそれになんかクラッカーと塩みたいななんかクラッカーって塩ついてるやつあるじゃんそれを一緒に食べた気分あでもれも結構粒子でかいもんねうんそうそうそうそれよりなんか数的には塩のついたクラッカーにさらに塩ぶっかけた感じえそこまで塩し。増し増し。なんか。 それはなんか普通に美味しいって感じるんだけど今回食べたやつなんかめっちゃ塩をつまんで食ってる感じまあしょっぱさで言うならちょっと塩分濃度はちょっとこっちの方が高いかなって思う感じがするよねあれの塩っていうよりは普通になんか調味料で使う塩をつまんで食べてる感じの塩が入ってる感じまあ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 結構でも確かに聞いてはいる思ってたより塩だった ね、そうだね。なんか、すごい、ほんのり塩みたいな感じなのかな誰も美味しいか美味しくないかみたいな感想はしないけど。<laughs> <laughs> まあまあまあ、個人差があるのではない、うん。<laughs> 私は好きですね。私は普通、ちょい、ちょいしたかな、みたいな。数もそれぐらい。うん、あの、美味し、なんだろう、まずくはないけど。うん、そうそうそう。 あのあこれ好きだわってはならないなって思うパクパク食べたいとはそこまで思わない、うん、別にみたいな <laughs> 自分塩好きだから嫌いな人はいないと思うけどあんまり <laughs> だからなんか 逆に、塩を味わえる、うん、塩を効いてるね、みたいな。そう、塩を味わうためのチョコレートだと思えば全、うん、全然美味しい。全然美味しい。あ、そうなんだ。なんかケーキレ、レモンケーキと思わないで。うん、塩を味わうためのチロルチョコレートだと思えば。今なんかさらりと根本的に否定したよね。<laughs> レモンは <風味 S 2> ケーキはレモンケーキどうしたこのでっかくパッキングされてるレモンケーキのロゴはどうしたらいいしかもちゃんとしっかり、この表紙、 レモンですよ。レモンまで書かれているのに、完全に否定したので。<laughs> 塩のためのレモン。<laughs> 塩を引き立たせるためのそう,そうそう。逆だよね、普通に。<laughs> 塩が引き立てる役だよね。いやいやいや。塩のためのレモンです。<laughs> うん、なんか、私的には中の下って感じかな。そうですね。数もなんかそんな感じはする。うん 塩好きな人はぜひじゃん <laughs> そう、そうだね。うん、あの、全国チェーンにありますダイソーさんがコラボしておりますので。はい、ちょっと成分表見せてもらっていい成分表はね、一番最初に砂糖が来てますよ。あ、まあ、それはいいんだよ。それはそう <laughs> それはいいんだよ。ビスケット、ケーキパウダー、さえー、の後に、あ、中に小麦粉、砂糖。で、一番この、ケーキパウダーのカッコの一番最後に食塩。うん うんうんうん、まあまあでもそんなに割合示したら怖いもんね。<laughs> <laughs> そうだよね。1、2、3、4、5。割合示してたらもはや甘くないから。そうそうそう。レモンケーキの。されど。結局ケーキってケーキパウダーなんだね。<laughs> されど。レモン果汁の2つ前に食塩がある。<laughs> 果汁より多いじゃん。<laughs> レモン果汁より多いんじゃん。<laughs> 果汁も入れすぎたら、酸っぱいですまね。そね。それはね、あるよね。でも砂糖が、まあ、 断ト一1位で、レモンがあって食塩じゃない普通に。<laughs> いやいやいや、あんだけの、あんだけの量ですよ。<laughs> 果汁より上に決まってるじゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> ここら辺の配分がね、結構ね、来てますね。はい、上から7番目が食塩でございます。<laughs> <laughs> 成分表ってね、量のそれによってね、順番が変わるからね。そうそうそう。はい、ということで、うん、今回紹介したのは、ット打ちレモンケーキ味のチロル。 大粒塩、塩です。<laughs> 塩塩ですね。<laughs> はい。よろしければ、興味がありましたら、ぜひ、ダイソーさんで売ってますので。はい。シンチロールでした。食べてみてください。はい。以上、食レポカッか仮のコーナーでした。はい。はい、はい。ということで、一旦曲に行きますか。<laughs> とりあえずね、曲がまだしてないんだよね。ね一回ね、CM まだ。 一回しか挟んでないのでそうですねじゃあ一回曲いきたいと思いますはい。え続いての曲はエグザイルさんの曲で道ですどうぞ 当たろうよってその3年後くらいに海い「うーみーはひどいな」三年後 <laughs> <laughs> ああ面白いやばいよねあれ見ると楽しかった <laughs> <laughs> もう最後までは申さないあたりが <laughs> あっ違うんでしょのあったリスナーさんちょっと見ようかなと,あと 名前変えるなもっともっと下です。もっと下です。こっち。もっと下です。はい。もっと上です。もっと高 <laughs> 左の写真を見てもらうと多分わかりやすいと思います。こちらの方？あ。もっと上でここら辺から。からね、はい。ういうありがとうございます。 めちゃ長いはいた、えー、だ,だいまの曲は EXILE で「道」でしたはいというわけでガクラジャカカ本日も5時から6時までの1時間放送をしております残りが10分ちょい1分ぐらいかですねよろしくお願いします、はいえー、引き続きメールコメントお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますメールアドレスは761 アットマーク、FMKOZA.JP となっております。懸命にラジオネームを忘れずにご記入ください。えっとリクエストの曲の方はちょっと見つけられなかったので、そうですね今回はすみません。ちょっと流すことができません。ははい、はいというわけで、えっとまああと10分なんですけど、はい、あのど,どうする告知 <laughs> 告知っていうか、この報告した方がいいのかなそうですね。 もうなんか、リスナーの名前書くのに超必死になってるけど。<laughs> ああ、大丈夫ですよ。大丈夫ですかはい。した方がいいのかなと思って。はい、はい。えっ、ー、とーえ、私がいいのかなこれは。そうですね。代表が。いやいや代表取り締役ど, <laughs> どっちかっていうと、会長ですからね。そう、会長だからね。あの、名誉会長にそういう説明の義務はないから <laughs> えっとー、あ、じゃあいいや、いいよね。<laughs> えっとー、3月、えー、今週は19日十九19日ですね。えっとー、 学ラジっこかり今、一応、自分とジョンは社会人で、全然学生じゃないんですけど、えっと、カズのほうが、初期面なんで、OB 出演っていう、出演っていうか、そんな感じでやってるんですけども、えっと、カズの方が、来年度が3年生になりまして、えっと、実習実習系とか、割と、卒業の試験やら。学業の方が大変忙しくなる予定でございまして。 で、えーとまあ、引き継ぎも難しい状態なので、はい学羅寺括弧かり、今月で終了したいと思いますはい、まあ、はい、一応ですねあの終わ、先週、カズが卒業して、後継人っていうか <laughs>、後継人 <laughs> 一応、いないので、うん、一旦終わるかもしれないですっていう話をあ,のあ、そうなんだしたんですけど、あの、自分こあの、 数が終わりりになりますすっていうことを伝えたんですけエイトさんの方に行ったら一応今、うんえー、一時あ自分たちが高校の時に一時にやってた、うん、チラウトの方がチラウトの方に小座校生がいっぱい一応今は美術部じゃないんですけどいるのでそこにつないで続けてみてもいいのではないですかっていう話が。 あったのでほうほうもしかすると自分たちじゃない新しいメンバーがバ一応コザ校のこの流れでこっちっていうことになっているのでそれでつなげてもいいんじゃないですかっていうご提案いただいたのでの4月からコザ高校を卒業するメンバーたちの「後ラジオ」みたいなになるのかも。うんうん 知れないよですけどもともとの目的を達成できそうじゃないですかそうねそれでね当に自分たちのあの題はちょっと難しそうなのでその下もちょっとわからないのでもしかするとこの流れに乗ってまた復活するかもしれないああなるほどねまあでも今回クラジカッコ仮いらないかなそうですね今回としては はいそうでですね今月終了ともしかするとまた新しく名前変わって「小坂が」の流れで来るのかもしれない。新番組に出るかもしれないけれども「楽屋中」「こかり」はいで一旦ここで今月で終了また26日があるんですけどもそうですね次回で終了と次回でラストになりますなんか最後ぐらい盛大にいきたいねそうだね3人揃おうかなちゃんと数は頑張りますね あの、最後なんでリクエストとかありましたら、はい。そこら辺も聞きつつ、で、なんか盛大にちょっとやりたいなと思います。はい。アットマーク学ジリンの方で、ツイッターもやってますので、はい。よろしければ、そっちの、あの、ダイレクトメールの方で、はい。あの、何かご提案がありましたら、受け付けておりますので、はい。お願いします。お願いしますって感じでね、はい。はい。まあ、今月で終わりなんですけれども、はい。まあ、卒業的なこと今日話しちゃったなって、ちょっと今。いや。 もう来週は、もう思い出話的な感じ。あそうで今までの歴史的なね。うん、歴史的な、ね、話をしていこうかなと。あんまりあ,あるかいや、ありますよ。何年やってると思うんですそうですよ。高校生からやってるんですよ。<laughs> まあ、学園児としてやり始めたっていうなら4年か。そう,ね、そうですね。4年でも結構長いですよ。1年生が4年生になってるんですからね。ねそう、大学卒業しちゃってんだよ。うん、大学だよ。ちょっと大学なよ。<laughs> <laughs> そう考えると長いでしょ長いねそう考えたらねい確かいいろいろありましたから、うんはい、思い出せないけど何がやったか思い出せないけどその来週の一杯、今週いっぱいで思い出してください <laughs> 今週いっぱいで思い出してリストアップして歌唱、ねね、最後最後ぐらいはしっかり締めたいじゃないですかそうそうって言いながらも最初から多分放送事故してください <laughs> 終わりでよねみたいな。大丈夫だ。やっぱよ、終わり。よければ、なんとやら、ですから。最後締めが良ければ、いい番組だったね、で。じゃあ、締めだけきっちり打ち合わせしとこう。リスナーはリスナーがどっちだっけわわわまだここら辺曖昧なんで、正直ね。いやいやいや。です。まだです。言うたんびにね、なんか、あれどっちだっけみたいな。じゃあ、あれですね、今日はちょっと残って、最後の、最後の、最後、 最,最終回の最後のエンディングの打ちをどうしっかりするかの打ち合わせ。<laughs> って言いうのが楽しみ始めるからな。いやいや <laughs> この YouTuber すごいんだよね <laughs> だ<ら>いやいや、中身の話し合をちゃんとしてください <laughs> だ、ね、<laughs> いや、でも終わり良ければ。<laughs> ね、絶対間に何かあるから。<laughs> いや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 ,いやなわけじゃない,、はい。来週の最終回はちゃんとなんかね。はい。見ててもいていただければなと思います。はい。はい。なんかいきなりはっちゃけ始めたら。<laughs> ハッチゅキ始めたりするかもしれないので急に帰省上げる人が出てくるかもしれないからね最後の最後の最後に仮装しようとかなるかもしれないのでそうそうハロウィンじゃないのにね最後しいいよねみたいなのでかもしれないのでねはいはいちょっとじゃあ期待してくださいということでお知らせでしたはい今んエンディングに行った方がいいかなそうですねそうですね久々に3人揃いましたけれども誰から行くなんか見られてるから数から行きますか はい。なんかね、あの、そもそも終わるのいつ終わるんですかっていう提案は、ちょっと先月ぐらいから姉にはしてて、ね、で、一応、今月入ってリンさんにして、うん、まさか決まってるとは思わなくて、先週ね、 姉に聞いたら、わかんないみたいな反応されたので。わ <laughs> かんない。いつも言ってるから大丈夫だよ、そんな。<laughs> リンさんに確認を、数も知ったんですよ、今日。確認取ったら、うん、なんか、なんか前に話し,しなかったってそういうふうに言ってたよ。話したよ、みたいな。完全に私が悪いみたいになってますけど。知ますからね。<laughs> っていうことだったので。まあ、途中 YouTube 出してきたら私のこと。<laughs> 途中から話がすり替わったせいだから。ねえ、見て、ちょ、フィッシュズ面白いんだけどということで、カズも今日初めて知りましたので、<laughs> うん、来週ね、しっかり、放送事故やら、うん、なんか、思い残しがないように。<laughs> 事故ゼロで。<laughs> 事故ゼロで。事故があったとしても、思い残しがなければいいかなと。まあね、楽しく終えられればいいかなと。うん、1時間なて超短いからね。ね,ねえ。 あと三十分ぐ話したいもん、まだ。二人で。もう、まだまだ。うん。いけるいける。三人いたらいける。そういよね。ので、また来週はね、なんなんか、ももっと、なんか、いろいろ思い出話とかができればなと思っています。はい。楽しいかったやっぱり、ひさ、三人揃えばやっぱ楽しい。なんで急にちょっと語ったことになった楽しいかった外人ですかやっぱね、三人いたら話題が尽きないので。まあそうだね。話したい。面白い、面白い。楽しいね。 やってるこっちがすごい楽しくて。言うて今日もあったよ。なんか空白の2秒間ぐらい。2秒ぐらいはどうってことない。で、はい、みたいな。いいんですよ。その間が大事なんですね。そうそうそう。やっぱ、聞き手にね、休憩を与えないといけない。2秒はそうそうそう。まくし立てると疲れるからね。そうそう。の間にでも休憩してたよ。やっぱ、あの、絶妙な、 間っていうのは大切なので。極端すぎるんで、2秒しゃべだったりとか。ンガントークしたりとかさ。合間合間に入れてこようじゃはい、ということで、数はこんな感じでした。来週、あの、本気出して、最後に本気出して、楽しめればいいかなと。はい。はい、楽しかったです。久しぶりの3人。楽しかったね。はい。じゃそのまま流れて、じゃ自分行きましょうか。えっと、はい。3月入って、初めてので、放送で。 また来週で終わりっていうことです。<laughs> ちょっとまあ今週でリハーサル的ななんかちょっとリハビリができたかな思。<laughs> なんかねやっぱ三週間空いたらちょっとねうん、うん、やっぱりわかんないんだよね。まあねこの感じがあこんなもんかって今思い出したから来週頑張るなって思ってやってます。<laughs> そうですね。えっ、ー、とまあなんかあるかな。 来週の今週1週間何がありましたかは何もないだろうなと思って。ああ、じゃあ、それは、足で。それはなしで。来週はいっぱい撮りたいので。そうそう、そういうのなしで、ちょっと初めから楽しいく感じでお願いしたいなと。なんか最後に打ち合わせ始めてるし。そうそうそう。来週のこと今考えてたから、全然何も考えてなかったので、今話すことを。そうなんですよ。だから、じゃあそんな感じで頑張りたいと思います。はい。そうですね。自分は、なんだかんだで、 あ後ついだのが、数だったので、ああ、そうね。そうね。確かに。なんだかんだで、フルでほぼ4年やってるみたいな。そうだね。そうだね。結構休み休みだったけどね、感じになったから、まあ、楽しかった、楽しかったですけど、メンバーもね、中高校から合わせると結構変わったから、ああ、確かに。そうだね。うん。言ったらそうだね。楽しかったですね。まあ。 長い話になるので、それは来週せ、来週に、うん、<laughs> そうですね。うん、そろそろ終わりの時間も近いのでね。<laughs> はい。じゃあ、はい、私はこんな感じで締めたいと思います。最後に、じゃあ、締めるのは、今、原稿、進 <laughs> 行やめ <laughs>、はい。いということで、来週でラストになるので、よろしければ来週も聞いていただけたら嬉しいです。お願いします。ということで、来週ぜひ、もっとなんかコメント増えてくれたら、最後、楽しいかなって思います。では、また来週。 和ですよ。和ですよ。はい、はい、行きますよ。はい、せーの。<laughs> リスナーは正義、はい、バイバイ、はい